はい、こんにちは、ちちゃです。それでは今回は、松明弾を使って、ネルギガンテ、ソロに、ヘビーボーガンで挑戦したいなと思います。いやー、一応どの弾が強いかとかは調べて、把握はしてるつもりなんですが、とりあえず初めての挑戦なので、ぐだると思いますが、よろしくお願いします。で、松明弾とは、何ぞやと言いますと、これ今撃ってるのがスリンガー松明弾なんですけど、地面に、火種石が落ちているので、それをね、拾うと、スリンガー松明弾が撃てるようになります。よっと。一応、能力的には、時間ごとに、火属性ダメージが入るってものなんですけど、この松明弾を当てまくった後に攻撃すると、そのモーションが連続でヒットするという仕様なんですよね。多分ベータテスト版だけの仕様で、製品版では修正入るとは思うんですけど、よっ。それのおかげでヘビーボーガンとかライトボーガンとかが非常に速いタイムが出ているということなんで、私もちょっとチャレンジしたいんですけど。やばい、まずいですよ。よし。どのぐらいただダメージ入るかわかんないですね。よっと。オッケー。よし。よし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 。リロードして。よっと。よっと。ちなみに今、不動の装備を着ているので、危ない。非常に、防御力も上がり、攻撃でひるまなくなってます。よっと。オッケー、残熱弾強い。危ない。まずいですよ。痛い。ああ。怖い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 。飛躍。この辺にカエルがもう一個あるはずなんですけど。役立ってますね。ああ。とりあえずクリアを目標にしたい。これなー、残りあと10分。はっ、ちょっと待って。危なっ。オッケー。前入りましたね。それでは、失礼して。出てきまーす。とにかく、拡散弾のレベル1、レベル2と、あと、竜の弾、打ち終わった残裂弾を打つっていうのがいいみたいです。今、落ちちゃったんですけど、落ちたおかげで弾をね、いっぱい補充できたんで、どんどん撃っていきたいんですけど、よし、ナイス。おー、オッケーオッケーオッケー。羽をね、撃つとこのように、点灯結構してくれるので。オッケー、よし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 。いいぞー、これ。あー、しまっちゃった。こっちを合意します。よいしょ。よいしょ。あ、大丈夫か。オッケー。よっとよっとよっとよっ。オッケーオッケーオッケー。もう、あー、向こう側の羽攻撃したいけどいけないなー。お、おーおーおー、もう引きずる。早いなー。戻ってきた。おかえりなさい。ひるんじゃったか。よっ。怖い怖い怖い。怖い怖い。わっしょい。あい、わっしょい。わっしょい。いた。へぇ、頭補充したらよかったな。
まあ。よっ、大丈夫。堪忍して、堪忍して。ちょっとこの。よっ。攻めますよ。攻めぬ姿勢。お？今ガードした？ガードできるのか、ヘビーボーガンって。シールドついてんのかな？今知った事実。カードついてるなら結構いけそうな感じするな。いけそうな気がする。お、いけない。オッケー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 。ふぅー、オッケーオッケーオッケー。移動か。お持ちになって、お持ちになって、お持ちになって、お持ちになって。おーし。お、これ5針なのでは。ありがとうございます。成し遂げてしまったな。マジか、9分10秒でした。ヘビーボーガン、強いっすね。これ使いこなせるようになったら、もっと強そう。ちょっとこのまま再度挑戦しに行こうかなと、思います。いいタイム出したいなぁ。9分10秒。7回目の挑戦でーす。最初のね、松明が全然、うまくいかないっすね。意外と難しい。よく初回でできたな、私。やるじゃん。自分で自分を褒めてあげたいですけどね。じゃあ、不動の装備をきっちりやって。これ毎回ね、間違えてターゲットをカエルにしてしまって、カエル撃っちゃうんですよね。よっ。よし。不動を、見つからない？見つからない？ちょっと、私のこともっと見てくださいよ。よし。これで見つかったろ。よしよしよし。オッケー。綺麗に、松明弾も、やってますね。ほら、見ました？一回目ね、私、松明弾ちゃんとね、できてる気になってたんですよ。全然できてなくて。このヒット数ですよ。ちゃんとやりながらやらなきゃいけなかったみたい。っていうか、私多分、拡散弾、レベル中打ってないな。やってしまったな。毎回何かを失敗する。まあいいや、このまま行きまーす。ほっ！ 7 回目だしね。うーし。ガードを覚えた私は、四天王の中でも最強。よいしょ、つがいをぐしてはない。よっしゃ。オッケー。必要に白い部分を狙い撃ち。拡散はどうしようかな。後で撃つ？今？今はもう、残裂行きましょうか。残裂で、スタンを、スタンじゃないや。ひるみ？点灯を取って、行きましょう。ちょっと。申し訳ないんですが、羽打たせてもらえません？お兄さん？危ないですよ、それ。それ、だいぶ危ないやつ。怖い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 。これか、ガードしても意味ないやつや。このタイミングで点灯。まあまあ。安全に、安全に回復できたし、向こう側の羽も撃てますし、オッケー。ちょっと前向きたいな。黒いとこ撃っちゃうか。オッケー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 。移動はこれ痛い。よいしょ。うーし、頼む頼む。おお、これは引きずっているのでは。過去も未来も引きずってるのでは。ちょ、向こうの羽を撃たないと。おお、これはラッキー。カエルですな。ちょっと待って、尻尾に吸われてる。この大チャンスで尻尾に吸われるという大ミス。お、撃っちゃいましょう、拡散だ。あはー、何撃つ何撃つ。あ、結構榴弾とかいいよ。やぼ。いた。
よし、やった、じゃじゃん撃てないじゃん、間違えた、シュッ、松岡シュッ、そーっとここで構えるか、へい、芋です、芋、芋虫ほんまか、ほんまか、ありがとうございます。いやー、うち損じた、途中のマップで撃ってたらもうちょっと早かったっすね。あと拡散弾をまさかの撃ち忘れだからな。6分3秒、これミスなければ0針いってたのでは、まあ、今回はこのぐらいにして、このまままた引き続き0針を狙っていきたいなと思います。いや全然狙ってなかったんだけどこれ悔しいから狙うわ、0針ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。またねー。